熱しやすく冷めやすい韓国人の胃袋をつかんだ。トリドールホールディングスが展開する丸亀製麺。昨年までに世界12カ国に進出し、その店舗数は1000以上にも及ぶ。発祥の地である日本を聖地とみなし、コロナ前には世界から足しげく通うファンが多かった。日本が誇るうどんチェーンの代表ブランドだ。韓国では2012年にソウル、マウラ、マポ、クに第1号店をオープンしたのを皮切りに、主要都市を中心に最も多い時には12店舗を展開。一時は連日行列ができるほど大人気だったが、日本製品不買運動及び新型コロナウイルス感染拡大の煽りを受け、今月15日に韓国からその姿を消すこととなった。ホームページもすでに閉鎖されており、韓国内では丸亀ロスに陥る人が続出している。羽田真由のレポート。韓国でうどんは国民食といえる食べ物だ。うどんは韓国語でもうどんと日本語と同様の発音をする。うどんとよく似たものにカルグクスがあるが、これは別の食べ物として認識されている。韓国内で食されるうどんはソフト麺が一般的で、麺がプチプチと切れやすくコシがない。そのためコシのある麺を売りにする丸亀製麺の進出により、韓国うどん界に革命が起きた。2019年に日本製品不買運動が始まるまで、昼食時間帯になると店前に列がよくできていたものだ。安価に日本の本格的なうどんを味わえるためコスパ最高のうどんと称賛されており、トンケングなどで自分好みにカスタマイズできるシステムも韓国人にはとても評判が良かった。期間限定で発売される変わり臭丼も飽きが来ないと、熱しやすく冷めやすい韓国人の胃袋をつかんで離さなかったのだろう。転機は2019年7月。日本による輸出管理規制に韓国が猛反発し、かつてなかったほどに猛烈な日本製品不買運動が盛り上がり、丸亀製麺もその対象となった。それでも2年もの間、韓国の不買運動に耐えてきた丸亀製麺であったが、さらに襲ってきた新型コロナウイルスには打ち勝つことができなかったようだ。